ヘイラクレースを出産する、アルクメーネー。同情。ガランティス、あるいはガリンティアースは、ギリシア神話の女性である。定売のヒトプロイトスの娘で、ヘイラクレースの母、アルクメーネーに仕えた忠実な次女、あるいは友人で、アルクメーネーの出産を助けるために女神を騙したと、言われる。オビディウスによると、アルクメーネーがヘイラクレースを出産する際、 出産の女神エレーテューヤはヘーラーに命じられ、定売にやってきて、アルクメーネーの出産を妨げた。このため、アルクメーネーは長い間陣痛に苦しまなければ、ならなかった。この時ガランティスは祭壇に座して、手の指を組み、出産を妨げているエレーテューヤーの姿を見つけたので、起点を聞かせて、アルクメーネーが出産したと叫んだ。するとエレーテューヤーは驚いて、 指を解いたので、アルクメーネーは無事に出産することができた。しかしガランティスは騙されたエーレイトゥーヤを笑ってしまったので、エーレイトゥーヤは怒って、ガランティスを奇妙な出産をするイタチに変えてしまったが、その後もガランティスはアルクメーネーのもとに通ったという。一説にガランティスが騙したのはエーレイトゥーヤとモイラたちで、このためガランティスはモイラたちによって狡猾で、 奇妙な交尾と出産をするイタチに変えられた。ヘカテイは、憐れんでイタチを次女とし、ヘイラクレースは成長した時に、ガランティスに感謝し、館のそばに像を建てて釘した。そこで、テイバイ人は、ヘイラクレースの祭りの前には、いつも最初に、ガランティスに釘をしたという。なおパウサニアスによれば、女神を騙したのは預言者テイレシアースの娘ヒストリス、であったという。 A.B.O.Widius 変身物語9巻 A.B. アントニーヌスリーベラーリス29話パウサニアス9巻11.3ありがとうございます